生物圏、生物圏、生物圏とは、生物が存在する領域のこと。一般的には、生物が存在するその領域全体及び含まれる、構成要素、生物、非生物の相互作用の相対を指す。より競技の意味に用いて、その空間に含まれる生物、生物小、生物量、生物群衆のみを指すこともある。地球科学では、 地球の表層領域を水圏、大気圏、岩石圏に区分する。生物圏はこれらの領域に重なり、地表や地中のみならず、大気圏、水圏に広がる。生物と非生物の相互作用で成り立っている環境の系を生態系と呼ぶが、生物圏とは地球環境全領域に広がる生態系の相対、及びそれが占める範囲とも定義できる。 あらゆる生物の中でも特に微生物の存在範囲は非常に広く深海や大気の上層から地中まで広がっている。生物圏の概念は地球科学や生態学に関連する学術分野、地球物理学、生物地理学、地質学、水門学などで共通のものである。生物圏の中では水の循環、大気や 海水の対流などの非生物的な要因とともに、光合成、食物連鎖、生態物質の分解などの生物活動によって、物質及びエネルギーの循環が起きている。非生物的、生物的を問わず、この循環は、原則的には、太陽エネルギーが元となって引き起こされている。1885年にエドアルトジュースは、学術用語、生物圏を、 生命が生息する地球表面の場所として定義した。その後、1926年にウラジミール・ベルナドスキーが生物圏の概念を拡大、再定義し、生態学を生物圏の科学と定義した。一部の生命科学者と地球科学者は、生物圏という用語をより限られた意味で使う。例えば、地球科学者は生物圏を生物の総計 生物量や生物症と生物学者や生態学者が呼ぶものであるように定義する。この意味では、生物圏は地球科学のモデルの異なる4つの構成要素のうちの1つに過ぎない。他の要素は岩石圏、水圏、大気圏である。この地球科学者による用語の競技化は、現代科学の専門家の結果の一例である。 地球の生物的及び物理的な構成要素をすべて包括する用語として、1960年代に作られた生態圏、イーコスフィアを好む人もいるであろう。閉鎖生命システムに関する第2回世界会議、セカンドインターナショナルコンファレンスオンクローズドライフシステムズでは、バイアスフェリックス、生態圏学を地球の生態圏の類似物、科学的モデル、つまり、 地球に似た人工生態圏に関する科学、技術と定義した。他方、バイアスフェリックス分野には、地球と異なる人工生態圏、例えば人間を中心とした生態圏や、火星独特の生態圏の創造を含まれている。生物の水平の分布については、極地から赤道地域まで生命の存在が認められている。動植物の分布だけについて考えるならば、 地球上には生息に不適な地域も存在するが極限環境微生物の発見により生物圏は従来から考えられていた領域よりもさらに大きいものと考えられるようになった。地球上の生物圏の実際の厚さは計測が困難である。動植物の分布についてはマダラハゲワシは高度12000メートルで飛んでいたものが 飛行機のジェットエンジンに吸い込まれたという記録があり、エベレスト、ヒマラヤ山脈をも超えて移動していくことが知られている。インドガンも飛行高度が9000メートルに達する。深海魚ついては、水深8、372メートルのプエルトリコ海溝で発見された例がある。微生物の分布を考えると、さらに生物圏の範囲が広がる。 培養可能な微生物としては、高度 41km での発見例がある。この高度の紫外線、温度、大気成分を考慮すると、その微生物が、その高度で繁殖する、可能性は低いが、生きた状態で運ばれてきたことは否定できない。また、深海でも極限環境微生物が発見されており、高温、高圧の条件に適応している。また、地中においては、 スウェーデンの震度 5km 以下の近くにある65、摂氏75度の岩の間から、培養可能な高熱性微生物が発見されている。近くにおいては、震度が深くなるにつれて、温度の上昇が急になることが知られている。その増加の割合は、岩のタイプ他様々な要因に左右される。2008年時点で知られている、最も高温に耐える。 コサイキンメサナパイラスキャンドラアイストレイン116は摂氏122度で生育が可能なため地下の微生物の分布は深さより温度に左右される可能性もある。生物圏は数種の生物群系に分けられ各地に類似した植物症と動物症が分布する。地上では生物群系は主に緯度によって切り分けられる。北極圏または 南極圏の範囲にある陸地の生物群系では、動植物があまりおらず、赤道付近には生物数が多い生物群系が存在する。現在の地球の環境は、生物圏の歴史、すなわち、生物の歴史、進化と切り離して議論することはできない。約38億年前、地球誕生後、約8億年にできた堆積岩が確認されていることから、 この頃までには海が形成されたと考えられている。当時の大気には酸素分子は含まれておらず、二酸化炭素が多量に含まれていた。その後、約三十六億年前には生命が誕生し、原始生命体から生物の進化が始まったと考えられている。約三十二億年前に光合成を行う卵巣などの生物が誕生すると、大社の副産物として、 酸素分子が大気圏に蓄積され、次第に現在の大気成分構成へと変化を遂げてきた。また、酸素が太陽紫外線を受けてオゾンとなり、古生代オルドビスキにはオゾン層が形成された。このことは生物が陸上に進出できるようになった要因の一つであると考えられている。さらには植物、動物その他の生命が 陸上に進出することによって、生物遺体の分解物が、陸上の土壌層及び、土中の生物性に影響を与えた。以上の通り、地球の表層領域の環境は、多様な生物と歴史的な関わりを持っており、また、地球環境の将来も、生物、生物圏の変化と無関係ではない。1990年代に人為的な生態系、 生物圏を構築する試みとして、アメリカ合衆国アリゾナ州で、バイオスフェア2の実験が行われた。100年間実験を継続する予定であったが、最初は2年間、次に6ヶ月間の実験期間で終了することとなった。その理由は、酸素や二酸化炭素の物質循環が計画通りに行われなかったことや、キーストーン種など一部の生物が死滅したことなどにある。 この実験を通じて人工生態系を構築、維持することが非常に困難であることが判明した。その後、バイオスフィアニの施設はコロンビア大学に売却され研究活動に利用されている。日本でも閉鎖空間での長期間滞在実験が試みられている。実際あるいは比喩的に生物圏それ自身が生きている生命と考える概念は外野仮説として知られている。 ジェームズ・ラブロックは生態圏において生物的要因と非生物的要因がどのように相互作用するかについて説明するため外野仮説を提案した。この仮説は地球自体を一種の生きている生命と考える。この仮説においては大気圏、岩石圏、水圏は生命で満ちた生物圏をもたらす共同のシステムである。九百七十年代初期にリン マーギュリスは生物圏と他の地球系の間の関係に特に留意した仮説を追加提唱した。例えば、大気中の二酸化炭素濃度が増加すると光合成が促進されるため植物はより早く成長する。その成長が続く結果、植物は大気からより多くの二酸化炭素を除去することになる。これらの生物圏内の事象を関連づけるための新しい分野、 例えば地球生物学といった分野の整備に力を注いでいる科学者たちもいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。